はい、腰油もっと取りやすいとこから取りたいと思います。これですね、これそうなんですよ。で、これですね、あのタラの木と同じウコギ科でなんですけども、トゲがないのでこうやってあの探り寄せることが簡単にできます。で、この先端の方にですね、あのありますので、取ることができます。今日は5月5日です。札幌近郊の里山に来ています。ここに来るのは今季5回目ですね。毎週、通ってます。で、5月になりましたので、もう緑もだいぶ多くなってきました。で、例えばですね、ここの、すぐのここにですね、春先はフキノトウがたくさん出てたと思うんですけども、まあ、今はですね、大きな、フキになってます。だから山の中入らなくてもフキ取れるんですけども、まあ、あの山歩きも楽しいので、今日もここですね、ぶらぶら歩きながら美味しい食材を探していきたいと思います。はい、そこはですね、山に入る前に渡る川なんですけども、まずこの川のですね、ほとり、もういくらでも野食材入ります。まずフキですよね。山なんて入らなくても、このように立派なフキあります。それからこれはイタドリですね。はい、まあイタドリ、よっぽどのことがない限り取っていかないんですけども、まあ、あのイタドリもちゃんと料理すれば美味しく食べられます。それからですね、これはですね、エゾニューですね。まあエゾニューも食べられますけども、まあこんだけ大きくなっちゃうとですね、いや大きくならなくても目出しでもですね、アクが強くてちょっと厳しいんですけども、ちょっとここ中身茎を確認するためにちょっと切ってみますね。やっぱりそうですね、あのエゾニューはこのように茎の中がですね、忠実です。で、匂いはですね、あの匂いは悪くないです。セリの匂いしますので、ただまあアクが強くて食べられない。それからですね、もう大きくなりすぎてますが、ハンゴンソウとかですね、もちろん大花ウドも、たくさんあります。これそうですね、これですね、これ大花ウドで、茎なんて立派ですよね。まあ取ってきますか。あの取るつもりなかったんですけども、まあちょっとせっかくなので、大花ウドの茎、取っていきたいと思います。はい、で、大花ウドの茎はですね、エゾニューと違ってこのように、中空です。で、匂いはですね、あのエゾニューよりも強烈です。強烈な匂いがします。あとヨモギとかですね、これそうですね、ヨモギ、はい、なんてがあってですね、あと雨どころ、この、あの、川の土手にあります。ちょっと離れたところにあるんですよね。で、あの、雪笹もですね、この斜面にあります。ここがあれですよ。あの、私が車止めたとこから50メートル程度しか離れてないところで。あの、年取って全く歩けなくなったらですね、もうこの辺、ここの河原のあたりをですね、うろうろするだけで、あの、十分な量の、山菜取れます。でもまあ今日はですね、とりあえず山の中に入っていきたいと思います。はい、ここはですね、人の手で、この千島笹が刈り取られてるんですね。で、刈り取られたもんで、笹もですね、頑張って、芽を出してます。例えばですね、これですね。はい。まあ、糸も簡単にですね、深山に行かなくてもですね、千島笹の、タケノコ取れます。ただこれあんまり取りすぎるとですね、皮むくの時間がかかって晩酌間に合わなくなるので、まあ太いのを数本、取っていきたいと思います。
その真正面に見えるこの木ですね。ちょっと拡大しますか。はい。はい、コシアブラですね。ちょっと撮りたいと思います。コシアブラはですね、タラの木と仲間なんですけども、あ、これ結構高いな、これ。あ、これやめます。隣にもっと柔らかい木があるので、そっちにします。はい、コシアブラもっと取りやすいとこから取りたいと思います。これですね。これそうなんですよ。で、これですね、タラの木と同じウコギ科で、なんですけども、トゲがないので、こうやって、探り寄せることが簡単にできます。で、この先端の方にですね、ありますので、取ることができます。はい。それでですね、これですね、こんなもう、人がすごい通るとこなんですよ。たくさんの人がここ通ります。でも、取る人少ないんですね。数年前私ここでですね、こうやって、コシアブラの木をですね、手繰り寄せて取ってたらですね、向こうから、団体が来て、中年のおばさんが5、6人に対して、まあ、中年のおじさんがですね、リーダー的で、まあ、山菜の取りの案内をしてたみたいなんです。そしたら、そのおじさんがですね、私に向かって、あんちゃん、それ、タラの芽じゃないぞって教えてくれたんです。で、私ですね、いや、これはですね、コシアブラといって、タラの芽より美味しいですよ、と。思わず、喉から出そうになりましたけども、ぐっとこらえてですね、あ、そうですか、ありがとうございますって取るのやめました。意外と北海道の人知らない人多いですよね。まだこっちの方にもありますので、取っていきたいと思います。コシアブラのいいとこはですね、先端以外からも結構出てるんですよね。で、あんまり取りすぎると枯らしちゃうかもしれませんが、まあ枯らさない程度に先端以外のとこからも取れますので、非常に収穫高は上がります。私は今日はですね、今日食べる分しかもちろん取ってきませんけども、取ろうと思ったらものすごいいくらでも取れます。はい。小ゴミですね。まあ、この里山はですね、数年前に業者が入って、大きな小ゴミですね、もう根こそぎ、全部鎌でですね、全部取ってっちゃうんですよ。やられてですね。10年ぐらい経ってもまだ復活してないです。だからこうちっちゃいのしかないんですけども、まあ、ちっちゃいのでも一応いただいていきたいと思います。はい。まあ、ここにもありますけど、これはあまりにも小さすぎますね。はい。そこの出っ張りはですね、2週間前にそこに腰掛けて昼食を取ったとこなんですけども、そこのすぐそばにですね、ウドいっぱい出てきましたね。これです。おっと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 。ちょっと乾いてて滑りやすいんですけども、はい。ウドですね。この一番太い、これ。これですか。これ取っていきますかね。これと、こっちも太いですね。この2本ぐらい取っていきますかね。もう1本ぐらいいきますか。こっちの方にも固まってるので、この辺からも1本ぐらい取りたいと思います。あんまり私ネギは取らないんですよ。これも結構、根茎になってますよね。根茎まで取っちゃうとですね、ウド傷つくし。で、根茎のとこって意外と美味しくないですよね。だからこの辺で切ります。はい。こんな感じですね。あと、これも太いですよね。
はい。これ結構太いですよ。あと、この辺。この辺いきますかね。はい。実はこの斜面ですね、もういっぱいウド出てるんですよ。だからもうちょっとだけ取っていきたいと思います。はい、今この斜面の上の方まで登ってきたんですよね。ウドがたくさんありました。ほとんど手つけずに帰ってきました。もう一つの目的はですね、大葉ギボウシ見に行ったんですよ。だから大葉ギボウシ出てましたけど、まだ小さかったので、これも手つかずで置いてきました。来週あたりちょうどいいかもしれませんね。もしかしたらもうどんどん気温が高くなるので、一週間じゃ逆に出すぎちゃって、来週ダメかもしれません。まあわかりません。来週来てみないとわからないと。で、そんなことやってたらですね、もうお昼近くになっちゃったので、またここでですね、この景色がいいとこで、昼食取りたいと思います。で、この斜面の中でもですね、これちょうどですね、倒木が下に埋まっててですね、せり出してて、平らになってるんですね。で、座ってご飯食べるのにちょうどいいので、ここで昼食取りたいと思います。はい、ごちそうさまでした。それではですね、これで山を降りたいと思います。帰りはですね、来た時と違うルートで帰って、またブラブラ何か美味しい野食材を探しながら降りていきたいと思います。はい、ここはですね、春先結構遅くまで雪に閉ざされたところなんですけど、今はまあもちろん雪すっかり消えてるんですが、で、まあ、雪笹ですね、小豆菜。今まであってもですね、無視してきたんですけども、もう大きくなっちゃっててですね、でもこんな鳥物のがこうあったらですね、やっぱり取ってかないわけにはいかないので、ちょっと取っていきたいと思います。まあこんなの2本ぐらいあってもですね、料理に使えないんですけども。まあこうなるとですね、これからちょっと雪笹にも目を向けて、少し、かさ増ししたいと思います。はい。ここは大花うどがもう結構大きく育ってますね。これ茎取るのいいですよね。茎と芽が一緒にあるの、ちょっと。これいいですね、ここ。この大花うどは、茎と芽、鳥頃の茎と芽が一緒にあるので、まずはですね、天ぷら用に、この芽をですね、もらっていきます。はい。で、あとですね、茎を、茎と芽取られて飛んだ際なんですけども、これ繁殖力すごい高いので、このくらいではめげずにですね、ガンガン増えます。はい、こんな感じですね。はい、この急斜面はですね、上の方に行者ニンニク出るんですよね。だけどやっぱりこれ滑落したら大変なことになる、とこなので、もう数年前から私来てないんですが、そうしたらですね、これやっぱり毎年雪が崩れてですね、一緒に木もなぎ倒してくるんですよね。で、ここに木がなぎ倒されて、上から、滑り落ちてきてるんですね。ずり落ちてきてるんです。そうしたらですね、これ見てくださいよ。はい。行者ニンニクが一緒になって、滑り落ちてきてますね。はい。はい。取ってってもいいんですけども、今日これ以上いろんなもの取ってもですね、調理が間に合わないので、もうこれはここに残置してですね、ここで増えてもらえば、この急坂登らないで、簡単に行者ニンニク取れる城が一つ増えるので、これは置いときます。ただ誰かが見つけちゃうと、もう取っちゃうと思うんですけども。はい。車が見えてきました。
それではこれで帰りたいと思います。
それでは晩酌の時間になりました。今日もビールで行ってみたいと思います。はい、それではいただきます。はい、まずはまあいつものように天ぷらからいってみますかね。今日天ぷら非常に種類が多いんですよ。まず初物のですね、コシ油。この天ぷら、この辺がコシ油ですね。で、ここがウドです。で、この辺がいろんなものになってます。でまずはじゃあまあ、コシ油から、初物のコシ油からいってみたいと思います。これは美味しいですね。香りはですね、タラの芽よりやっぱり上ですね。ただタラの芽の根元の芋のようなホクホクしたところ、それはないんですよね。でも香りはこちらが高いです。だからタラの芽のが好きっていう人とコシ油の方が好きっていう人とまあ分かれますね。じゃ続きましてウドの天ぷらということで、ウドのこの芽のとこですね。はい、行ってみたいと思います。はい。まあ、これも美味しいですね。ウコギ科なので、同じウコギ科なので、このコシ油と、味に似てますよね。香りはコシ油の方が高いですけども、このウドはですね、こういうところがちょっと、何ですか、芋のようにもちもちしたところがあるので、もっとこの辺の太いところを食べたらですね、これですね、もっと美味しいと思います。まあ、たくさんあるので、ウドだけ食べてるわけにはいけないので、次に進みたいと思います。次は大花ウドですね。大花ウドこの二つだけです。もうだんだん芽がなくなってきました。で、まあ、大花うど行ってみたいと思います。はい、これもうまいですね。今日はちょっとですね、前回のインチキタラの芽とちょっと違うので、大花うどもどうでしょうかね。コシ油うど、まあ同じぐらいか、もしかしたらちょっと負けたかもしれないですね。だんだん芽のとこも覇気がなくなってきてるので、春一番の頃と比べたら香りが低くなってるかもしれないですね。はい、でもまあいい勝負ですよ。コシ油、ウド、大花ウド、もう、好物つけがたいですね。三つとも。はい。それでは、この辺からちょっと怪しくなってくるんですけども、これです。雪笹ですね。雪笹天ぷらにしたの私も初めてだし、多分、他の皆さんの中にもした人いないと思うんですよね。で雪笹途中で取ったんですけども、結局2本取ってもう1本ぐらいなんとか取ったんですけど、あとはみんな大きくなっちゃってですね、花なんて咲かせてて、もう取れる状態じゃなかったと。で、雪笹3つだけでですね、なんか作ろうなんて無理なので、天ぷらにしちゃいました。天ぷらにしたらどうなるかってことですね。ちょっと食べてみたいと思います。はい。まずくはないですよ。まずくはないです。だけど、
天ぷらの良さ、要するに香りとかないので、小豆菜には。まあ、B ランクか、C ランクか、その辺の間ですね。B と C の間ぐらいですね。はい。次はですね、父まざさんのタケノコ、行ってみたいと思います。はい。まあ、これも美味しいです。美味しいですけども、やはりまあ、香りがない分ですね。まあ、B ランクかなと。トウモロコシの、まあ、感じのですね、味合いがちょっとあるんですけども、まあ、そういうとこはいいとこなんですけども、香りがいまいちなので、まあ、B かなと。それでは最後ですね、こごみです。こごみもですね、実はおひたしにしようと思ったんですけども、もうめんどくさいから天ぷらにしちゃいました。まあ、小麦の天ぷらも、美味しいことは美味しいんですよ。はい。美味しいですよ。美味しいですけど、やはり、A ランクの、コシ油、うど、大花札がいるので、どうしても B ランクですね。その下ですね。私は査定厳しいので、天ぷらの査定厳しいので、B ランクでも相当うまいと思ってもらっていいと思います。はい。それではですね、次はですね、肉巻きって言いますか。で、肉巻きはですね、飛び出るかもしれないので、ちょっと、ここに取ってですね、口元に持ってって食べたいと思います。これはうどですね。生のうどを、豚バラ肉で巻いて、それで焼いたものです。で、これ行ってみたいと思います。まあ、これも美味しいですね。生のうどなので、うどの香りと苦味がガツンときますね。まあ、そのくらいないと、肉に負けてしまうので、まあ、肉負けするなら、茹でないで。こちらでまあ、茹でたおひたしがあるんですけども、茹でないで、生の方がいいと思います。それではですね、肉巻きもう一つですね、大花うどの茎でですね、おひたし用にはこのように茹でたんですけども、茹でちゃうとやっぱりもうおひたしで食べるにはちょうどいいんだけども、それをさらに肉巻きでですね、肉で巻いて高温で焼くとですね、風味がもっとなくな、薄くなってですね、いまいち大花うどの良さが出てこないんですね。で、もう生でやってみようと思って、今日は生でやりました。でもさすがにですね、生、もろやったら相当きついかなと思って、30分ほど水にさらしました。まあ、どうなってるかですね。ちょっと食べてみたいと思います。この二つがですね、見えますかね。この二つが、大花うどの、肉巻きになってます。はい。それではですね、行ってみたいと思います。はい。はい。生でもですね、全然、えぐくなかったです。むしろ、もう香りが消えかかってるぐらいですね。わずかに大花うどの香りがするぐらいと。
肉巻き結構これ強烈だよね。天ぷら並みの、まあ、高温になるんでしょうね。でもまずくないですよ。やっぱりすごい美味しいですよ。だからもう今まで下茹でしておひたしでちょうどいいものを肉で巻いてて、さらに香りが飛んだので、もう生でいいぐらいですね。肉巻きするなら生でいいぐらいということが分かりました。まあ、ここまで重花うどんについて探求した人ってあんまりいないんじゃないですか。要するに、麺はですね、もう天ぷら以外ダメです。これはアクが強いので、天ぷらにしないとダメ。これを茹でてですね、肉巻きにしたり、おひたしにしたら、もう、えぐみが、残っててですね、ちょっと、きついです。だけど、天ぷらにすると、もう絶品と。で、今度はですね、茎はですね、非常にアクが弱いので、まあ、皮を剥いて、さっと茹でると、おひたしでちょうどいいと。で、肉巻きのような、もう一回熱がかかるような料理には、もう生でいいと。水でさらす必要もないかもしれないですね。生のままでいいと思います。こんだけ大花うどを探求した人っていないんじゃないですかね。私もYouTube いろいろ見てるんですけども、まず大花うど食べてる人が見たことないし、しかも大花うどの食べ方をここまで探求した人って多分いないんじゃないですかね。もし皆さんの中で誰か、いや、そういう他にいるよっていう人がいたらですね、ぜひ教えてください。私が見てる限り、もちろんもう全部見切れるわけじゃ ないので、いくつかの YouTuber の方の、動画見てるんですけども、大花うどをここまで探求した人はいないと思います。まあ、自称、大花うどマイスターと呼んでもいいんじゃないでしょうか。はい。それではですね、ちょっとこの肉巻きもちろん食べますよ。これちょっとこっち避けといて、最後ですね、おひたし類と。ということで、これはもうどと大花うどをもう茹でただけです。茎の部分を茹でただけです。で、これは酢味噌で、いただきたいと思います。春の季節になると酢味噌が非常に使うのでもうほとんどなくなりました。ではですね、まずはウドの酢味噌和えということで こちらからいってみたいと思います。はい。これうまいですね。酢味噌と本当に合いますよね。湯のさっと茎を茹でただけなんですけども、一番感じますね。天ぷらよりも、まあ天ぷら高温なのでもちろんなんですけど、一番こう感じますね。うどの香りを。それでは次、大花うど、行ってみたいと思います。はい。はい。大花うどんの、酢味噌和えも美味しいですね。もう甲乙つけがたいですね。味が全然違うんですけども、こちらはもう爽やかなセリの香りがもう口の中からこう鼻にかけてですね、バーッと抜けます。酢味噌とよく合います。はい。それではですね、最後。うどをですね、葉っぱの部分とか、袴の部分なんてを捨てちゃうのもったいないので、私はいつも、このうど味噌にしてます。で、これはご飯の友なので、これから数日かけてこれ、毎日、ご飯の友で食べることになりますので、ちょっと取り箸を使って、こちらに分けてですね、味見だけしてみたいと思います。はい。こんな感じですね。
はい。これもうまいですね。ちょっと味噌をですね、ちょっと控えめにしたんですね。だから全然辛くないですね。これは酒のつまみとしてバクバク食べても問題ないですね。ご飯の友としても、もう、ちょろっとで、ご飯にちょろじゃなくて、もうご飯にガバーってかけてですね、食べていいと思います。私あんまりご飯食べないんで、丼飯食べる人はもうこれ一回で終わるんじゃないですかね。私はまあ多分これ一週間以上持つと思います。ご飯ほんとちょろっとしかでいつも食べないので。はい。そういうことで、今日の、夜食材を、一通り食べ終えました。今日はですね、札幌近郊のいつも行ってる、里山に、5回目行きまして、また新しいものが出てきました。これですね、コシアブラ。うどんはまあこの前取ったんですけども、うどんはこの前はチョロだったんですけども、今回はもう取りきれないぐらい。場面でですね、うどんをまあ7、8本取ってきましたけど、その10倍以上、20倍以上ありますね。ほとんどの、残してきました。本当に、数本ちょろっと取ってきただけです。もっと取ってもいいんですけども、こういうことやってるとですね、調理して晩酌しなきゃいけないので、とてもですね、4時までに終えなきゃいけないんです。4時に、キッチンを明け渡さなきゃいけないので、いっぱい取ってきちゃうとですね、とても4時まで終わらなくなるので、今日中に終わる分だけ、ちょっと取ってきたっていうことです。はい。それではですね、あとは残りは、ゆっくりですね、飲んで食べて楽しみたいと思います。今日はどうもご視聴ありがとうございました。